白菊さん、えらいこっちゃ、えらいこっちゃだよ。どうしたの、アミちゃん。ああ、えらいこっちゃだ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。アミちゃん、とりあえず落ち着こう。それどころじゃないんだよ、アカネさんがファミリアを辞めるって。え、どうして。やっと仲良くなれたのに。アカネさんいなくなったら悲しいよ。でもまだ決まったわけじゃないよね。それにハヤトくんならきっと。それでは次回第7話、私の1年、ご来店お待ちしています。